おはようございます。今日は7月12日月曜日です。新聞休刊日ですので、新聞今日は7月4日の新聞の主張、昔は社説と言われていた部分をの藤井棋聖の快挙を考えるを音読したいと思います。では藤井棋聖の快挙、考える姿勢を学びたい。将棋の藤井聡太棋聖が第92期棋聖戦5番勝負で渡辺明名人の挑戦を退け、初防衛を果たした。18歳11ヶ月での防衛は最年少記録である。タイトル保持は昨年8月に獲得した王位と合わせて通算3期となり、規定で9段に昇段した。これも最年少記録だ。タイトルは獲得するより守る方が難しいとされるが、藤井棋聖の戦いぶりは将棋界を背負う棋士としての風格が備わり、堂々としていた。過去のタイトル戦でストレート負けのない渡辺名人を3連勝で破った点でも評価が高い。将棋界の変革期に証人として立ち会えた喜びをかみしめる不安も多いはずだ。人工知能 AI を搭載したソフトの進化により、プロ棋士の価値観や感覚は根底から崩れたと言われる。羽生善治九段は令和の将棋界をカオス混沌と評した。価値観の定まらない時代層をも言い当てている。将棋界に限らない、新型コロナウイルス禍により生活様式も働き方も常識が覆され、従来の考え方では対処は難しい事柄が増えた。だからこそ事柄が増えた。だからこそ人は判断のよすがにとなる価値観をこれまで以上に自問する必要がある。物事の優劣を数値で示す AI は便利だが、示された答えの歳費を決めるのは人間だ。 AI の進化は人が思考を止めていい理由にはならない。藤井棋聖は今年1月末卒業目前で高校を実退学した。将棋一筋で生きていくという覚悟の表れ、我々とも読める。多くの若者が何の疑いもなく大学に進む時代に、人にはさまざまな生き方があるという選択肢の提示とも読める。 AI には下せない決断だ。企画にはまらない藤井棋聖の姿勢は、生きづらさを訴える若者にとって一つの指針になるのではないか。本誌に掲載された作家の宇津木優子さんとの対談で、藤井棋聖はどの駒もうまく使うことができれば活躍の場は必ずあります。使いづらいというのは駒の問題というよりも自分の力の問題と語っていた。答えを人任せにせず決断に責任を持つ、そんな人生観が投影されている。考えながら前に進もうとする者、若者の横側に我々が学ぶことは多い。記録はもちろんだが、苦悩の末に導き出す一手の味わいを通じて、
頭脳の格闘技の魅力をさらに広めてもらいたい。以上です。藤井棋聖の快挙の論を音読を終わります。次は昨日日曜日でしたので20の間違い探し1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19読み方が間違ってる。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20です。これが漢字の漢字クロスワールドの答えです。これがちょっとわからない。用心棒と敬語訳となりました。これだけです。以上です。今日もありがとうございました。またねー。